ちらの生まれ故郷パルコで生まれた2人組だからね。本当パルコの前なのね、うん、バスの中で生まれたもんね。生まれたからねあそこで初めてやってラップって楽しいなってね思えたからね、うん、そこからどんどん広がっていったし、うん、それのおかげで諦めずにできたね君も特別スペシャル in you パルコ